はい、どうも今日なんですけど、写真カメラ対決出たばかり、シャーメイ、レドミノート 9S、 そしてオッポ、リノ A、 こちらでね、カメラ対決、画面のサイズもほぼ一緒で、ちょっとだけやっぱりこっちの方がでかいんですけど、ただね、まあ写真こちら、オッポの方は2眼で、こちらのシャオミの方は4眼、どんな感じで、写真が撮れるのかと見ていきたいと思います。こっちもいい仕事するんですけど、実際どうだったかご覧ください。それではどうぞ、カメラというか写真見ていきましょう。左がオッポリの A で、右側の写真がシャオミのレドミノート 9S で撮った写真です。一応条件合わせるために画面サイズをフルにして、条件も同じく写真で撮ってます。あとまあ一応動画も撮ってるんですけど、とりあえずはこんな感じですね。画角もだいたいある程度合わせてます。ちょっとね、映り具合はちょっと違うとは思うんですけど、大体同じ位置から、そうですね、これ見る限りは、OPPO もノート 9S もそんなに変わらないと思うんですね。まあ、若干 9S の方が明るいかなっていう感じですかね。この狛犬の細かいとことかも、特に変わりないと思います。うん、どちらもかなりいい感じで撮れてると思います。明るさ的にはね、どっちかがね、薄かったような気がするんですけど、この感じで見る限りはそんなに変化はない。狛犬も、色的には、オッポの方が色々っているような気も、印象もないこともないですけど。ちょうど続いて2枚目行きたいと思います。2枚目ちょっとね、フロントカメラで自撮りしたんですけど、オッポリノ A の場合は若干、ちょっと飛びかけてるというか、光の加減ですかね。フロントカメラがあんまり良くないんかな、オッポの場合は。まあ、その、タップした時の状態にもよるんで、何とも言えないですけど、実物よりも、ちょっと飛んでますね。色がいろいろ飛んでますね。明るいとこが。後ろ側のこの木の映り具合も、シャオミの方が、割とくっきりと映ってて、ケース、まあ、自分、こう、はっきりと映ってるかなと思います。若干白いかなっていうのが、シャオミの印象で、オッポは、どうすかね。他にも何枚か撮ったんですけど、オッポがね、ちょっとね、あんまり場所にもよるのかもしれないですけど、あんまりね、色味が全体的に暗い感じにしか映らなかったんで、この1枚ちょっと上げてるんですけど、ね、本当に自撮りするときにはなんか微妙なというか、ちょっと暗めに映ったりとか、いまいちなんかこうピントがね、うまく合わないというか、オッポの場合は目立ちました。シャオミの場合は特にピント側とかじゃなくて、もうとりあえず合わせたら、綺麗に、普通に綺麗にね、ピント合わせてくれる感じで、下手になんかいじらなくても、綺麗に写真が撮れるっていう印象です。3枚目いきたいと思います。こちら、はい、皮を撮ってみました。そうですね、特に色的にはね、どちらもいい感じですね。レドミノートの方が、9S の方が、若干明るいですね。手前のこの緑も、明るめに撮れてるし、奥も、そうですね、奥のこの生い茂ってる葉っぱとかも割と細かく映ってるっていう印象ですね。空もそうですね。一方、オッポも綺麗に映ってるんですけど、手前の緑が若干、右に比べたら色が落ちるかな。これは好みが分かれるかもしれない。ただ、この、奥のオレンジがかってるというか、この左側、奥の、皮の向こうのこの黄色いところの色の出方とかは、好みあるとは思うんですけど、オッポの方がちょっと綺麗かなっていう4枚目。こちらも同じくね、こう、小川というか、まあちっちゃい皮をちょっと撮ってみたんですけども、右に明るく撮れてますね、全体的に。で、左は、まあ、相変わらず、こう、自然な感じで撮れてると思います。右がね、若干これ気になるのが、ノート 9S の、この写真のね、奥の、シャオミの、レドミノート 9S の方が、なんだろうな、奥の写真の色がちょっとずれかけてるような、左のオッポの方が、どちらかといえば、この奥の、右上側の、この、緑色のこの明るいとこ、この色の出方とか、全体的にそうですね、左の方がちゃんと
映ってるような感じはします。ただまあ色味的にパッと見た時に、あ、綺麗だなって思えるのは右のシャオミの方もなんか綺麗な感じで映ってるんでね、なかなかいい。続いてこちらね、ちょっとアクシデントありまして、写真撮ってたら道歩いてたんですよね。そしたらね、なんと一瞬ね、見間違いかなって思ったんですけど、あれ明らかにこれ、蛇っぽいのがいるぞ、みたいな。しかもこれ、動いてないんですよ、しかも。じーっと止まってるんですよ、これ。まあね、近づいてみたんですよ。ちょっとやばいかな、思ったんですけど。まあ、毒持ってないような気もしたんですけどね。こんな感じですよ。本当に蛇なんですよね、やっぱり。ここでも ある程度近づいたけど、微動だにせず、このまま止まったままですよ。熊と遭遇した時の、我々のような感じですね。まあ、熊と遭遇したことないんで分かんないんですけど、とりあえず刺激をしないように、じーっと止まる。そんな感じです。結局は、襲われることもなく横切って、で、横切ってね、振り返ったら、いそいそと隠れるようにね、逃げてきましたね、蛇の方がね。噛まれるかと一瞬思いましたからね。まあ、それはそうとして、まあ、結局、写真のレビューなんですけど、全然ね、レビューになってないっていう。はい、こちら7枚目なんですけども、オッポリノ A と、シャオミのルミノート 9S、どっちも言えるんですけど、そんなに遜色ないんですよね、カメラ的には。カメラ的にほぼ同じぐらい。画素数的には多分、シャオミの方がいいんですけど、なかなか本当に、両者とも、いい勝負をしてる。どっちがどっちっていうことがない。こうつけがたい。8枚目なんですけど、一応動画も撮ってみました。右がシャオミレドミノート9S。左がオッポリノ A。右の方が明るめで映ってますね、全体的に。見やすいっつったら見やすい。で、左側はオッポリノ A で、まあ、あんまり、こう発色してるわけじゃないんですけども、どちらかといえば左のオッポリノ A の方が、見た目と同じように撮れてるっていう感じがします。そしてまあ手ブレに関してですけども、手ブレは、シャオミレドミノート9S はすごく安定感あります。ブレがほとんど見られないですね。左に比べたら。左のオッポも手ブレ機能はついてる。まあ両方ともね、どちらも手ブレはついてるんですけど、こう並べてみたときに、やっぱり右のシャオミの手ブレの方が優秀。いや、本当にブレがないわ。めちゃくちゃ綺麗に撮れてますね。びっくりした。今並べてみて、ちょっと本当に感心してます。こんなに綺麗に撮れるんだっていう。左側の方がちょっとブレてるじゃない。いろいろなんかこう、ブレが見られるんですけども、シャオミは手ブレが見られないです。はい。今こちらも、同じように撮ってる。いや、若干ちょっと違うかな。ほぼ大体同じように撮ってるんですけども、こんな感じですね。ちょっとわかりにくいな。はい、続いてこちら、また違う写真なんですけども、空も入れて、緑も入れて撮ってみました。オッポリノ A、ポーツつけがたいですね、どちらも。綺麗に撮れてますね。ただ、色の豊かさで言うと、やっぱり、シャオミレドミノート 9S は、色味がね、ほんと綺麗。ほぼね、だいたいそんな変わらないです。中華スマホですよね。両方とも。シャオミが本当にいいですね。シャオミがなかなかいい仕事してるわ、これ。びっくりするわい。左のオッポリノ A もね、ね、本当にね、いい感じなんですけど。まあ、これもね、すごいいい発色してると思うんですけどね。色的には、もうほぼ互角じゃないですか。よっぽどのことがない限り、どちらを選んでも幸せになれるかなと思う。まあ今でもちょっとね、オッポリノ A に関しては、左のオッポに関しては、今、ね、今月の25日、6月25日に、オッポリノ 3A っていう、ね、新機種が続いていってみたいと思います。はい。狛犬撮ってみたんですけども、特にそんな変わらないですね。オッポの方がちょっと明るく撮ってる。近づくのものを撮るときって、意外とメインカメラの方ちょっと違うんかもしれないですね。こう、色がこうきっちり出てるっていう意味で見たら、シャオミレドミノート 9S の方が色が出てますね。オッポリノ A は若
干逆にこう色が潰れかけているというか、まあ綺麗なのは綺麗なんですけど、そうですね、特にまあこれもなんてコメントしたらいいんだ、特にどっちも綺麗に撮れてる。拙者もね、やっぱりねいいんですよね。このなんていうかな、ピント合ったところの具合と、もう一方ね、リノ A の場合はピントが鼻に合ってるようで、ちょっとだけなんかピントずれてるんですね。で、後ろもボケてると。拙者に関しては、オッポはそんなに、一応ねマクロ撮影はできるんですよ。マクロ撮影はただ二眼なんで、やっぱりこうね、そんなに良くはない、そんなにピントは綺麗に合わせてこない。どちらかといえばやっぱりね、シャオミレルミノートはね四眼あるんで、マクロをまあある程度ね調整してると思うんですよ。他のレンズとも合わせて。まあその影響もあるのか知れないんですけど、やっぱりね、シャオミの方が綺麗にピントが合ってる。拙者も綺麗。ほんで、後ろのね、ボケ具合も完璧。完璧というかね、すごいいい感じで。うん、トータル的にマクロ、拙者するときの釣りぐらいはもうこれ完全にね、シャオミレドミノート 9S がね、圧勝ですよね。っていう感じですけども。はい。っていう感じで今見てきたんですけども、まあ結果ね、そんなに変わらない。基本結論は、カメラ的にはほぼ互角。拙者とか、あと全体的な、トータル的に見たときに、シャオミレドミノート 9S の方が、動画もそうなんですけど、ブレが見られない。で、綺麗に映る。全体的にね、明るめで、しかも綺麗に撮れる。意味で言ったら、完全にね、シャオミレドミノートの方がね、わずかですけども、僅差ですけども、圧勝とまでいかないですけども、僅差ですけども、軍配が上がりますね。これなかなかカメラいいっすね。面白いですね。同じような感じのカメラでは好みあるでしょうか。まあ多少ね、やっぱり好みはあると思うんで。まあでもね、動画撮るときは本当に、あ、これいいなって思いましたね。うん、動画に関しては本当にシャオミの方が勝ってるな。全然ね、あの手ブレ性能はシャオミのレドミノートの方が完全に圧勝な結果になりました。あなたはどちらのカメラが好みでしょうか。まあどちらもね、いい、なかなかいいカメラ持ってるんでね、参考になればと思います。っていう感じで、写真ね、なかなか両方とも綺麗に撮れてると、あの、こうつけがたい。あれが違ってたな、あの、動画。こっち、シャオミレドミノートが圧勝。こっちの方はやっぱりちょっと手ブレはついてるといえども、やっぱりちょっとブレが、やっぱり目立ちました。で、手持ちで撮影して、あの映像で、そしてあの、シャオミの方は、もうまさにこの状態です。この状態で歩いてる。この状態で歩いて、で、手ブレがほぼないのがシャオミ。色味も全体的に明るくて良かったのが、若干白飛び気味になることもあるんで、なんとも言えないんですけど。で、まあ、こちらも悪くはないですけど、まあ、標準的というか、良くも悪くも標準的。こちらこっちでね、ちょっと手ブレとかも聞いてて、まあ、なかなか面白いですよね。どうとも面白いです。持った感じ、今持った感じ。やっぱね、シャオミ、オッポはね、軽い。めっちゃ軽いです。画面はね、でもね、大きいのは大きいんですよ。同じぐらいの大きさだから。ほぼ大きさは変わらない。ちょっとシャオミの方がでかいかな。縦が長いって感じ。幅はね、横幅はね、もう一緒。手ブレをより、こことかも撮るんであれば、シャオミのレドミノートないんです。まあ、写真だけ撮るんやったら、まあ、こっちも選択肢に入ります。バッテリーがね、でかいんで、その分重たいんですけどね。一日中使ってても、バッテリーの心配しなくていいって強みがあるんで、あの、下の概要欄のところに、またあの、リンク貼っときますんで。またよろしければ覗いてみてください。はい。という感じで、今回は、こちらね、シャオミレドミノート、9S、そしてオッポリノ A の、カメラ対決やってみました。カメラ比較、それから動画、カメラ比較、そして動画比較をやってみました。よかったというボタン、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。まあちょっとあんまりこうね、カメラ比較とかってやったことないんでね、どうやったらいいんかがよくわかんないんですけど。はい、それではまたお会いしましょう。現場から以上です。